秋田ふるさと村は、秋田県横手市にある、秋田県立のテーマパーク。愛称は米空ランド。正式名称は、秋田県、ふるさと村。秋田県の魅力を紹介するテーマパークで、秋田県立近代美術館、プラネタリウム、トリックアートなどのアミューズメントのほか、名産品、特産物の展示、販売、工芸品の制作実演の見学や、実際に体験できる工房もある。 観光や文化の拠点として、県が総事業費185億円をかけて建設し、1994年4月に改装した。愛称である米クーランドは、約3300点の応募の中から選ばれたもので、横手の鎌倉に由来する。施設内のドーム劇場では、年末年始の映画上映など、様々なイベントが行われる。百九十九年七月、 2000年7月にはモーニング娘。のコンサートを開催した。2009年9月には第4回 B-1 グランプリに横手の2会場のうちの一つになった。県立近代美術館を除き管理運営は指定管理者制度によって秋田県の第三セクター株式会社秋田ふるさと村が行っている。解剖後、しばらくは有料施設の入館料の他に入村料を 徴収していたが、1999年に入村無料となった。以下のマスコットキャラクターが存在する。ありがとうございます。